100連敗戦行くぜ。オーケー宗介、チェンソーセット、レッツゴーオン。ガボクセス、はぁ。じゃあ質問の方に移らさせていただきます。ではいきます、はい。まず、はい、じゃあ撮影現場ではどういうタイプか、これもう言ったから言っていい。どういうこと、パパってしたやつ、タイプのレッドだった。あ、撮影現場ではだからこんな感じですよ、はい、こんな感じなんか、ね、あー、もう黙って見守るタイプ、みんなのお兄ちゃん。そうだね、ですよ、ね、もう年が上なんで、はいはい、で割とね、やっぱ一個下の酒井とかがもうその頃からあの純烈、今の純烈でもこうプロデューサー気質を発揮してるんですけど、もうその頃からその、はい、あの片鱗はあって、へー、そう、まあ、芝居以外でもガオレンジャーを売るためにどうするっていう作戦会議を僕ら年長さんはやってたので、だからガオジャケットを着て日テレの朝の番組ズームインに、はい、あのその時は福澤さんだったかな、誰だったかな、はい、あのガラス張りになってるからその後ろにガオジャケットを着てあの映り込みに行くみたいで、もう曲が違うとかさ、その頃さそっか、気にしないから気にしない、気にしないかもよく分かってなかったから、それをバレてプロデューサー陣に止められるみたいな第一印象、もう簡単に第一印象、ブルーはね、タケルはオーディションであの残りの10人ぐらいに残ってね、はい、最後、最後のこれで最後ですって残ったんだけど、はい、絶対落ちたなと思ってたね。あ、そうなんですか。怒涛のサメ。怒涛のサメ、芝木健君は絶対落ちたと思って、後日自分がレッドで受かりましたって言って、はい、で、今日、何月何日、何時にはみんな受かったメンバーと会います。はい、で、その時はさ、もう名前聞いても分かんないから、はい、誰が来るんだろうと思ったら、まさかの健来るんだみたいな。そうなんだ。なんで落ちたと思ったんですか。いや、もう芝居が下手くそだ。そうだったんですか。けど、まあそれが良かったんだよね。バランス、だから結局、まあ、うん、俺が芝居が上手かしたら全然芝居、みんな下手くそだ。みんな下手くそだったんだけど。いや、そんなことない。いや、ほんとそうだったんだけど、なんか、バランスを見たんだろうね。あー。で、俺が、冷静に見てて、イエローの堀江が、レッドキャラだったよ。へ、オーディションの時は。はい。で、来て、ブルーキャラやるんだと思って、まあ、色はイエローだけど、はいはいはい、あ、そういうことか、クールな、そうだね、あの赤レンジャー、はい、ゴレンジャーカラーのカラーで言うと、はい、ブルーキャラをやるから、はい、あ、そうなんだと思って、で、酒井は、はい、もう知ってたから、酒井のことは、あ、そうなんですか、なんか知ってた、なんでか知んないけど知ってたよ、へえ、オーディションが一緒だったりとかね、そうそう、俺だったら絶対酒井だなと思ってたから、いや、すごいですね、やっぱりね、芝居が上手だったから、うん、なるほど、そう、で、ミオも可愛かったのね、はい、それミオはもう1/2だったの、あ、そう、女の子2人しかいなかった、はい、もうどっちかだったから、はい、あ、もうミオだろうなと思って、あ、思ってたの、思ってた、へえ、そうだね、それこそじゃあ玉山さんが入ってきた時の第一印象はどうですか、いや、だからもう、それはメンバーとして、はい、もうね、一応6人目のメンバーでオーディションやるって時に僕行きますって、相手の本読みに行きますって、え、いや、だからオーディションに行ったんですか、行ったの、行ったの、おお、だからこうやって、みんなこうやってタイプでセリフ言うじゃん、はい、で、20人ぐらい呼ばれてる時に、はい、俺もここでレッドのセリフを呼ぶわけマジっすか、レッドなのに、で、もう、で、終わって、みんな終わって、はい、どうだったって言うから、やっぱり僕は始まる前から、はい、たまちゃんがいいって言ってたし、はい、やった後もやっぱたまちゃんがいいと思うんですけど、あ、そうか、って聞いてて、で、入ってきたから、もう俺も喜んだよね、あー、来た、たまちゃんでよかったんです、そう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 、ちょっと待って、ガオレットがだから追加戦士の審査員のうちの一人だったってことですね、そうだよ、そうだよ、うわー、これすごい、ちなみにその俺、あのオーディション会場には俺とブラック2人は行ったから、この2人何なんすか、いや、分かんない、この2人何なんすか、分かんないですか、俺も行くっつって俺と酒井行ってじゃあ俺相手しますと言って、もうなんかだから2人ともその頃くらいから結構自由な感じで、そう自分がやりたいこととかあったんですよ、だからね、そうだね、全部、面白い。そう。はいはい、なるほど。はい、あ、それこそ、まあ、さっきね、みおちゃんに対しての、はい、まあ、こうだよって言った時にちょっとしょぼんみたいな話だったんですけど、うん、喧嘩とかはなかったですか？俺はないね。だから、まあ、年の近いところでは、こう、ちょっとこう、はい、けど思いっきり喧嘩はないかな。ああ、そうなんですか、うん。やっぱね、盤面なく年が離れてるから。ああ、確かに、うん。そうですよね。うん、でもなんか僕は前にも言ったんですけど、これ1年間やっぱ同じ志で一つのものに向かってる仲間が熱くぶつかり合うのは俺も全然いいと思うんですよね、なんかだから俺はね、喧嘩したのはやっぱね、メンバーっていうよりもガオレンジャー VS、
ハリケンジャー。いやいや、ジャックとか。あそっちですか。助監督陣と。なるほど。めっちゃって言ったら、今ちょっと、あれだけど、はい。今だから言える。そうだね。なんで、その時の人たちってみんな、ジャックさんに対してそんな言えるんすか。いや、だから。リュウさんとかも確かそんな感じの話をしてました。いや、だから、今から考えたら、言ってくれてたことは正しいなと思うんだけど、はい、その時思ってた思いとかは、なんかその思いで伝えないといけないなっていう、ああなるほど、ことがあったから、ここは引き下がれてる。そうそうそう。あ、なるほど。なので生意気にもなんか言っちゃってた。いや、この世代はよく聞きますよ、だからそういったことを。だから俺たち今はもう笑い話になってるよ、会って飲むしね。ですよね。そうそう、あの時さ、お前らさ、めっちゃ生意気だったもんなって、ほんとすいませんって。いや、けど、だからってどうしても、これは言わないとダメだって思ってたんですよねみたいな。いやだからね、多分この G3 の皆さん、ガオレット、ゴーレット、銀河レットは多分割とやんちゃだったと思うんですよ、正直。いや本当だよ。ですよね。なるほど、はい。で、今もそのメンバーとの交流、それこそどうですか。あ、だからブルーはイベント行ってるよ、はい、だから去年は一緒にベトナム行ってるし、写真上げてましたよね、ブルーの。そうで、椿さんもで、まあ、純烈ね、酒井、ブラックはちょこちょこ会ってる、はい、なんか別に会おうとして会ってないけど、なんか会ってる。へぇ、うん、会ってるわ。ミオさんとかどうですか。ミオはね、もうその辞めちゃってますもん。そう、辞めてるし、もうね、ご結婚もされてるので、はいはい、なかなかみんなで会う、飲むとかいうのはできないんだけど、まあ、だから2年前に20周年やった時の声を入れでスタジオで会って、久しぶり会って、でどうなんですか、やっぱあの時ってすごいやっぱ若いというか、そうね、可愛らしいのがもう今もう美人さんよ。ああ、もう美人になったねーつって。どんな感じだったの。30だって言うよね、何歳。そう、40歳近くですか今。あの時でも華奢だったけど、もっと細くなってるし、やっぱ大人になって綺麗になってましたね。22年前だから僕の1個上ですよ。だから今、だからあの時16歳だから今38か。うわー、マジで。けど38歳には見えなかったな。いやだから見てみたいな。うんうん、そこ、玉山さんとか現場で一緒だったりとかしないですか。全然、玉ちゃんはね、一時ずっと遊んでたんだけど、はい、ある時からもう忙しくなっちゃって、そうそう、会えてない、ね、もう何年会ってないかな、うん、会ってない、もう画面でしか見てない、ま、でも、もし次、ガオと何か会った時は、絶対みんな揃ってほしいですよね、それこそ25周年センターから。いやいや、もう、ね、やりたいよね。ですよね、うん、ぜひ、はい。ガオレンのセリフでのアドリブ、福さんじゃなくて、アドリブ、のぼりんがしたやつありますか。アドリブ、いや結構ちょこちょこ言ってたんだけど、はい、いやもう覚えてない。そんなね、名言みたいなのないよ。あ、ちょこちょこなんかボソボソ言ってるぐらいで、これ言った方が面白いのかなって思う。あ、なるほど。でそういうのは、まあ、特にっていう感じですね。そうだからね、はい、みんなね、あれはアドリブですかって言われるのは、やる気満々だぜはね、はい、セリフでした。確かに。そう、これめっちゃ質問できてました。やる気満々だぜはどうなんですかって。あれはね、セリフできて、文字で来て、はい、それを読んだらめっちゃ恥ずかしいんだよ。やる気満々だぜって言うんだよ、自分で一人勝手に。だってそういうの寒いって思う人ですもんね。そうそう、だから最初ね、めっちゃ恥ずいなと思ってやったけど、なんかね、やり始めてるとなんか、いやちょっと今自分で言ってちょっと顔赤くなるのやめてもらっていいですか。けどね、あれはあのセリフが何だろうな、一番なんか恥ずかしかったけど、はい、今では一番好き。あ、そうなんですか、うん、いやだからノボリンが大人になったんですよ、多分その時から比べたってことですよね、うんうん。ガオ VS ハリケーンの撮影当時の思い出とかありますか。もう思い出、はい、そう、もう思い出はあの時シュンが骨折したから。いや、そうこれ撮影が中止なんじゃないかと思って、おいシュンふざけんなよっつって。そうですね、お前戦わねえしさっつって、なんか骨折してるしさっつって、はぁみたいな。でもちゃんとロボの攻撃で折れたってことになったじゃないですか。なんかね、本当にびっくりしたよ。いやシュン君って面白いですよね。いや面白い。で、何が面白いかっつって、やっぱ年がさ、やっぱだいぶ上なの、はい、ガオの方が、はい、俺とか酒井が特にね、はいはい、上でシュンとかまだ全然若いし、はい、それこそ裕次郎とか、はい、今日の男とかがその下だったんだけど、はい、やっぱりガオとハリケーンでやっぱり1年先輩ってさ、やっぱり先輩後輩が勝手にできるじゃん。そうですね、はい。でしかもなんか
俺とか酒井がさ、なんかこんな感じだから、はい、あの威張ってはないんだけど、うちらとか威張ってるイメージないんだけど、やっぱね、こいつ怖い みたいな感じ だから思われてたみたいで、だから、おい、しゅんって俺ふざけて言ってんだよ、はい、ちょっとお前ふざけんなよってあの、ふざけてツッコミでこれも言ってんだけど、もう友情とか京都の方がいや本当に、本当にすいませんみたいな感じでさ。じゃあ、豪快じゃ出演時のエピソードをちょっと教えていただけると。ね、はい、まずね、豪快じゃのみんなと並んだ時に、俺もまだいけると思って行ったんだけど、現場。いや、全然いけないわ。いや、行ったんだけど、はい、やっぱね、そこで、こう、対面して、はい、セリフを言い終わった後に、その時もうね、ビデオになってたから、はい、チェックが入んの、はい。で、チェック見た時に、キラキラ感が全く追いついてないと思って、どうしようと思って、やばい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 と思って、そうなんだめっちゃ焦った。もうやっぱね、現役のキラキラ感には全く追いついてなくて、うん、あ、そうなんですか。で、あの時に震災だったの。あ、そうっす、2011年、ね、撮影中に、はい、え、そうなんですか。そうだよ、撮影中に地震来て。え、マジっすか。マジで311だったんですか。311だった。うえー。あと、昔、うちらの時にそれこそ武田さんとか、はい、ジャックの方たちに習った戦隊美、はい、もうそれこそ立ち方とか、はい、肩の入れ方とか、はい、なんかあるじゃん。なんかもういかにもこう、あります。もうこの座ってるだけでさ、あのもう戦隊座りみたいな、なんかこう、はい、あったりするじゃん、はい、それを満を持して俺はこれをやってきたからここだと思って、みんなの下で広場であって、はい、そこでみんなが戦ってたの、はい、そこカメラがあって、カメラはクレーンだったんだけど、はい、クレーン引いていくからそこに俺が走り込んで、はい、発見してるシーンがある、はい、戦ってるみんなを見るっていうシーンがあって、はい、俺の後ろ姿だったの、はい、バーって走っていって止まって、あっあいつらっていう時にめっちゃ肩入れたの、はい、バーって言ったら監督はすいません、普通にやってもらっていいですか。マジで戦隊の現場なのにそりゃーんと思ってそうやって育ったのにめっちゃ恥ずかしくていやいや、俺たちこうでしたよね。そうだよ、こうでしたよね。たのに普通にやってくださいマジっすかめっちゃ恥かいた。うわー、マジっすか。ショックっすね。ショックだったよ。普通にやってくださいって普段は普通なのに、それ用に仕込んできたのに。もう10年経ったらこれが、しかももうちょっと、いや、ちょっとやりすぎたのかもしれない。2学会ぐらい入れたかもしれない俺気合入れないとだってやばっ、ちょっと見返そうそれ。いや、面白いですね。それ見返しても、その使われてないでもやり直してる。あ、それいいなんて、ちょっと普通にやってくださいって思ってもう一回やりますって言われたから。いや、のぼりんがNG 食らったシーンを見たい。メイキングとかないですけど、それね。メイキングどうだろうね。うわ、けどそのシーンはそれはあると思う。うわ、おもろ、はい、では、はい、まあ、これもう時間的に最後なんですけれども、はい、ガオレンジャーってやっぱ海外でも大人気で、それこそベトナムに行かれたりとか、はい、海外からお声かかったりとかしてると思うんですけれども、はい、まあ、その関しての経験とか思い出話とかってありますか、その行った海外での。あのね、ガオレンジャー当時ってないじゃないですか、海外の反応とかないじゃないですか。そうだね、行ってシカゴ行ってロス行って、海外はベトナム行って、あと今アジアが多いかな、はい、ですけど熱よくなんかついてくれてて、なんかみんななんかね泣きそうになってる。いや、そうですよね。なんか本当嬉しい。で、去年なんか行った時は20何年ぶりに、はい、ね、それこそ行って、まあイベントだからなんか写真撮ってサインをして握手して楽しませようと思ったんだけど、はい、ベトナムの戦隊人気が思いのほか熱くて。いや、すごいですよ、すごかった。なんかあれ、タケルって、タケルとその時一緒に行ったの、はい、タケルってこれ全盛期の時よりすごくないかってなって。そんなにですか。そんなに、すごい。何がすごいかって言ったら、スーパー戦隊が好きな人たちが熱狂的になってくれてるのは100歩譲ってこう置いときます。普通にタケルと2人でコンビニ行って、コンビニのお兄さんがマジっすか。え、すごい、嘘。レッドですかみたいな。マジっすか。そんな本当に、嘘。そんなっすか。すごいっすね。そう、普通に抹茶歩いてても本当にみたいな感じになる。二度見がすごい。二度見がすごい。ことは怒って、あ、なんかすごいわと思って、なんかこんな20年経ってもそんな風にね覚えてくれてるし、すごい。
ね、その当時の用紙じゃないわけだけど、分かってくれるんだな。もちろんジャケットなんか着てないから。その年に放送されてたんじゃないですよね。そう、ちょっと5年ぐらい遅れて放送してた。いや、でもすごいですね、うん、それっていうのがあって、なんか熱、やっててよかったなと思って。今でもでもそれは僕も海外のイベント何回か行かせてもらって、本当に今全くあのそんなコンビニで気づかれることではないですけれども、やっぱり熱いですよね、海外の方って。本当にね、はい、じゃあそんな海外のファンの方に最後、はい、メッセージをいただけたらというふうに、はい、思います。僕はあの一生ガオレンジャーのガオレットでいますので、あの気づいた方は気さくに声かけてください。写真はもういつでも撮りますので、はい、なのであの日本に来たら声かけて、あと日本じゃなかったらイベントに呼んでください。すぐ行きます。はい、ということでですね、今回のゲストはですね、25代目レッドガオレットことシシかける金子昇さんでした。ありがとうございました。ガオガオ灼熱のシシガオレットバイバーイ。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。